ウッドデッキ Q&A、 ウッドデッキの塗料はどんなものがいいの？一級建築士のよっちゃんです。社長のカリアです。二人で疑問にお答えします。ここまで傷んでしまったのはメンテナンスを怠ってしまったからですか？はい、本来 4,5 年に一度塗らないといけないのが、もう15年ぐらいノーメンテナンスで過ごしちゃったらしいんですね。それで作り変えることになったんです。で、メンテナンスの塗料なんですけれども、大体2種類の塗料があって、浸透型という塗料と増膜型という2種類の塗料があるんですよ。それで、浸透型っていうのは、その塗料自身が油のようなもので木材の中にどんどん染み込んじゃう塗料なんですね。で、増膜型っていうのは、俗に言うペンキみたいな形で、木の周りに被膜を作って、中に水を入れないみたいな、そういう塗料なんです。ですから、外壁塗装なんかは増膜型で、そういう家の中にこう、水分を入れないという、そういう塗料を使うんですけれども、このウッドデッキの場合、それを使うと、ウッドデッキの材木って呼吸してますからね、飛沫が破れてしまうんですよ。それでここが雨が入る原因になって腐ったりシワ割りをするということになってしまうので、一般的にウッドデッキの塗料は浸透型を選んでください。それと今回作ってるこのハードウッドの材木に関しては、ものすごくこの油の油分がたくさん含んでいる材木なので、この材木の場合は塗料を一切塗らずに、ノーメンテナンスで、大丈夫です。ご視聴ありがとうございました。たくさんの施工事例がございますので、ガーデンリノベーションのサイトを PC は左上、スマホは右上のバナーをクリックしてご覧ください。ホームページのアドレスはこちらです。 hastings-classic.com で検索してください。フリーダイヤル 0120-041-301、 お電話お待ちしております。